三造りが製造する三。三造りは日本において三を作ることを制御としたものの総称である。補修を行うものを三直と呼ぶ。日本での三の使用は古く、カラコ、カギ遺跡から弥生時代前期初頭のものが完全出土している。三は平安時代九百三十四年前後に成立したカムワ辞書、和名類辞書では、説問開示を引用し、 米などの穀物をしてから、ゴミなどを分け除く器と説明している。そのような本来の目的のために、身を使用することを示す動詞は、ヒルである。身の製造及び補修には、熟練した特殊技術を必要とするため、専門の製造業者、身作り、あるいは補修業者、身近の存在が不可欠であった。製造あるいは補修を制御とし、 稲作等の農業を営む村落を訪問し、注文を取って業務を行っていたのが、三造り、身近と呼ばれる人々であった。室町時代、15世紀末の1494年に、編纂された32番職人歌合わせには、いいや、仕組みなるものとして、しきみを行商するしきみ売りとともに、三造りとして紹介され、描かれている。江戸時代、 1712年前後に完成、和漢三サ杖では、身は、ちりとりのようなものである、と異なる定義がされている。その上で、道書では、身のうちの、米をひる、身の産地は、千州上村であるとしている。道書によれば、原材料は、諸、増築、藤鶴であるという。原禄年間に、下佐国捜佐群小見村で、妄想築。 篠の岳と富士を使用した化粧味と呼ばれる富士味の製造が始まったとされている。当時、同地域での富士味の蜜作り技術は定評があり、小積の富士味の証券は関東一円であったという。埼玉県入間郡諸山城つづら抜きには、1960年頃までは桜味の蜜作り技術が現存しており、農家が兼業で製造していた。1994年、 民族文化映像研究所が、同地に残る数少ない、見作りに取材し、中編ドキュメンタリー映画、埼玉の見作り諸山町つづら抜きの桜見を、制作した。同地の桜の樹皮と篠のだけを使用したものである。前日の、小住の富士見の見作り技術が現存しており、2009年3月11日、小住の富士見制作技術として、 国の重要無形民族文化財に指定された。同文化財の保護団体は、小みづくり保存会。鹿児島県日置市大技日吉町日置屋座垣の谷には、金畜、山桜の川、琵琶の木、大葛藤を使用する、見作り技術が伝えられている。岩手県二光郡一光町面岩には、二行の川を使用する、見作り技術が伝えられている。富山県日見市大技論伝、 熊谷には、矢岳、漆、富士の川、桜の川を使用する、蜜り技術が伝えられている。青森県中津軽郡西目谷村には、板や楓を使用する、蜜り技術が伝えられている。いずれも山深い地形の小さな集落に伝わる技術であり、山の文化であるとみなされている。日本各地の地名に残る蜜りには、下記のものがある。ありがとうございます。